どうもおはようからこんばんは、殿でござる。改正ミリオンアーサー PS4 版、さてやっていきましょう。始めるとね、いろいろまあアップデート、まあ時間はかかったんですけれども、見ると見てください、こちら部屋、どこでも一緒とコラボまあ、することになりまして、まあ、こういった感じで、まあ、いわゆるトロたちと、まあ、戦ったり、まあ、そういったカードをゲットしたり、でこういったどこでも一緒の、まあ、部屋かな、まあ、そんな感じでこう随分模様替えしているんですけれども、まあ懐かしいね、どこでも一緒。まあトロ自体は、まあ、あれからも、まあ、結構この、まあ、PS の、まあ、マスコット的な存在で、まあ、結構ちょこちょこ、まあ、登場したりして、あと目覚ましテレビでも、まあ、トロとまあ、コラボしたりしていた期間はあったんですけれども、まあ皆さんどうでしょう、どこでも一緒。今からね、私がね中学の頃かな、プレステ1でどこでも一緒っていうゲームがありまして、それでまあ、トロと一緒に会話したりしていろいろね、まあ、楽しむっていうゲームがありました。まあ今からだとまあ15年ぐらい前だから、まあ高校生ぐらいの、まあ視聴者がいればもう生まれたちょっとの、まあ、頃だとは思いますけれども、まあ、こういったゲームがあったんですよね。ね、可愛いよねトロ。ですがまさかこの、ね、ミリアサとコラボするとは思ってはみなかったっていうか、あんまり普通に戦ったりするからあんまり攻撃的には思えないんですけれども、まあそんな懐かしさを、まあ、感じながら、まあ装いを新たにこのミリアサ、まあ、やっていくわけですけれども、まあ、今回ねこのコラボ、まあ、私が今起動させたのは、まあ、ほとんど初めてで、まあ、要はどんなカードがあるか、まあ、ちょこっとまあ覗いたぐらいなんですよね。まあ、とりあえずは、まあ、クリスタルも若干溜まっているんで、早速ねガチャやっていこうと思います。まあ、どんなカード、あ本当だトロたちがいる。こんな黒いの見たことないな。今のところクリスタルガチャはこれだけか。初回は15個、星5はどこいつ、あそんな略し方するんだ。そのコラボ騎士のみ出現、11枚か。まあ動画として撮っていくなら、まあ、まずはこのクリスタルガチャやっていくんですけれども、最近調子悪いですからね。でもやっていく、頼むよ本当。あまた金ガチャだ。いや和やかな音楽が鳴っていますけれどもね、私の心はねもうすごいね落ち込んでいます。ということは結構メダルガチャ的なものもいろいろあったりはするとは思うんですけれども、あこういうのがあるんだ、逆光か。確かみんなねちょっとロリ化していたところはあるが、このティニアちゃんっていうのは逆光か、それ逆光の巨乳じゃないとは思うが、どうだろう。まあ、この辺のガクトメダル、まあ、実はね1万5000枚あるんですけれども、まあ、この辺は今やってもしょうがないか。あとチケットガチャ、あそういえばもらったね、できるんだ。そういえばねもらっていたからこれも使っていこうか。まあ、12月上旬限定か。いや、まあ、さっきもね、まあ、金ガチャだったからこれもやっていこう。チケットを使いますからね、それはあーやっぱり金ガチャか。どういうことだ、最近、まあ、調子悪いのばっかりですよね。まあ、見たことのある面々ばかり、ふむ、非常に残念ではあるが、まあ、このトロと、まあ、どこでも一緒とコラボしてまして、まあ、いろんなカード、まあ、まあクエストですね、まあ、結構いろんなのあるんですけれども、一生型テレビさん投げ売り、980円、安すぎねそれ。しかもそのゲーム機は一体何なんだ、どうせなら PS1 ぐらいの方がなんかこう、まあ、時代的には合っているが、あだがテレビのこのねブラウン感がとても昭和臭いが、あとはねこのウサギとかロボットっていうのはどこでも一緒で、まあ、始めた時に、まあ、トロの他にこういった、まあ、鈴木とジュンかな、確かねロボットが鈴木だった気がする、まあ、この辺ね主人公、まあ、として選べれるんですよね。あとはピエール、リッキー、あとは逆光型卑弥呼、まあ、ガレス、レヴィ、いろいろあるんですよね。あとはキマイラなんてのもいるんですね。まあ、私が使っている、まあ、メインとして使っている盗賊アーサーでいうとこの逆光型モードレット、こちらですね。まあ、進化させれば星6なんでレベル60まではいく、これは強いな。まあ、多分成長させればヒットポイントは結構まあまあいくとは思うんですけれども、こういったトロと
コラボしているカード、まあ、このテレビとか、あとはこの、ね、カード、まあ、見るとね、ヒットポイント335、成長させてもね、まあ、進化させてやってもヒットポイント1000ぐらいなら、まあ、そこまで使えるような気はしないんですよね。まあ、カードはね非常に可愛いんですけれどもね、私ねあのマイクラとかいろいろ見てくださっている方、まあ、いるとは思いますが、まあ、ウサギが非常に大好きなんですよね。まあ、その辺気になるが、まあ、初見としてやっていくならまずは、まあ、私が使っている盗賊アーサーで必要なこのモードレット、あとはキマイラ、こちらのカードはこのねイグレインっていうのかな、まあ、でもヒットポイント低いよね。今ね私が使っているデッキやっぱりヒットポイントは2000前後かな、それくらいはねやっぱりね基本、まあ、アベレージとして欲しいステータスではあると考えると、まあ、389で進化させても微妙だとは思う。まあ、コストは低い、かつあと自分闇2枚以上で 40% 威力アップ、まあ、闇デッキを作るなら、まあ、入れておいても悪くはないとは思うが、まあ、まずはこの逆光型モードレット、まあ、こちらを狙っていくとしまして、はい、まあ、早速、まあ、マルチ行ってみようかな。どうだろう、今撮っているのが金曜日の朝なんですけれども、いるかな。まあ、今までのあれならね、まあ、人はいないなとは思うんですけれども、あ、でもいるね、キマイラ。そうそう、この辺のこうなんていうのか、こうキラキラしているのなんか撮ったんですけれども、これ一体なんだろうね。まだ詳しくはね、いろいろ試してはないんですけれども、キマイラは今必要ないかな。ふむ、モードレットはいない様子。まあ、ならば普通に、まあ、オフラインとしてやっていくしかない。いやー、こんなにね、まあ、いろいろ、まあ、クエストがあると結構ね迷ったりするんですよね。ね、あの前のね、あの強化合宿、あのミリアサ学園も、まあ、最初の方は相当やりまくって、で1日、まあ、かけて、あのなんだったっけ、コルブリワンスか、あれをやったんですけどね、なかなかやっぱり名声100に届くのは難しい。だがこちらやっていこう。超級ってどう、2万5000か、一応上級でも入る。弱点は風か、ならば、まあ、特級狙っていこう。弱点風ならば、もうこのコルグリバンス先生、あとはこのスラップス、まあ、こちらを使っていけばいい。今ねこの傭兵朝明け、まあ、結構ね、まあ、水属性っていうか、まあ、氷かな、まあ、これで固めているんで、あんまりねこっちは使っても意味はないと考えれば、やはりこのデッキ、どれでいこうか。ふむ、ならば前回使ったこのデッキで行かせてもらいましょう。まあ主力で、まあ、行こうとすれば、まあ、こっちになるんですけれどもね、ヒットポイント2万5000で魔法ダメージも3000近くあるんですが、まあ、明星デッキではないのでね、まあ、カードが欲しい目的ならばこの明星デッキで行かせてもらいましょう。さて果たしてどういう戦いになるか、まあ、完全に初見ですからね。これなんだろう、属性とはまた別のなんていうのかな、まあ、感じにはなっているが、これはなんだ、いろいろねアップデートで、まあ、かなり変わってしまっているんで、一体どういうものかはよくわからない。まずは、まあ、様子見でこちら、まあ、大きな体験、この物理ダメージ、まあ、下げさせていただこう。甘えていいんですよ。いや、こういう時期ってね、ミリアサが本当に楽しい。あの、まあ、普段でもね全然楽しいんですけれども、こういった新しいカードっていうのはね、やっぱりこうドキドキするものですからね。まあ、相変わらずねクリスタルガチャは、まあ、ガチャ運はものすごい低い状態ではありますけれども、こっちは魔法攻撃。どうしたよお部屋さん、もう随分とやられている。曲も若干変わっていますよね。さてどうしようか。まあ一旦卑弥呼さんは置いておくとして、3ターンターゲティングか、魔法防御ダウンだからな、やっぱりこの辺を組み合わせか。結構迷うね。まあしょうがない、ならば、まあ、全体攻撃を加えていこう。アーサー様の煩悩を払いたまえ。まあ、もっとねきちっと情報を見た上でやっていくのが、まあ、セオリーだとは思うが、まあ、このねキラキラしているカードとか、まあ、一体どういう効果があるかはまだ、まあ、現段階では分かってはいないですもんね。
魔法防御ダウン、魔法防御ダウン、あとは物理ダメージ。そろそろこの剣の攻撃も非常に気になるところではあるが、まあ、まずはちょっとね弱点を攻めさせていただきましょうかね。まあ、そろそろこの剣の攻撃が来そうなんで物理ダメージ落としていった方がいいかもしれんが、お困りの方はどちら。いや結構困っているよ、あのガチャ運なくてすごい困ってるやはりこの私にはクリスタルガチャは使うなということか。ね、リアルな話、あと1週間したらねボーナスが入るんで、まあ、その辺でねそろそろ、まあ、課金も考えていこうかなとは思っているんですよね。もうどんどん上げるね、大丈夫かな。味方の魔法防御も上げてもらった方がいいとは思うが、こんなところでほら早速重くそう2万4000は大きい。まあね、まあ倒せそうな段階なら、まあ、コンティニューしないんですけれども、まあしょうがない、今はクリスタル貴重な一個を使わせてもらおう。まあ、最初なんでクリアすれば達成報酬で出るんで、その辺でまたクリスタル稼ぎしていこうとは思うが、こっちはターゲティング、まずは卑弥呼先生で、まあ、そろそろこの剣が危ない。だがこっちももうすぐ、まあ、ヒットポイント、まあ、今イエローゲージなんで倒せるところまでは来る。ならば、まあ、こんな感じでいきましょうかね。潤いの雨を私も役に立ってみせるよ。いや大型アップデートって言いますか、まあ、結構いろいろ気になるところは多いですよね。まあ、どんどんね、まあいろいろこう変わっていく部分はありまして、普通のスマホ版も、まあ、2周年に突入した、まあ、超えたということで、まあ、いろいろねめでたい、まあ、シーズンだとは思いますが、ふむ、ターゲティングと文字がかぶっていたが、もう V 破壊はしたので意味はない。おっと、本体がもうすぐ倒せそうだ。すごい攻撃力だ、やはり危ないな。あ、これブーストっていうのなんだろうねまあ、多分ね、まあ、こういった、3チェーン以上とかいろいろ書いてあるんで、そういうのがこう発動できますよっていう合図だと思うんですけれどもね。どうしようかな、じゃあこのコルグリバンスで剣を倒していこう。まだできるか、物理防御ダウンしてもあまり意味はないとは思うが、やっていこう。このターンで多分本体が倒されそうな気はするんですよね。どうした、見せてみろ。まあ、でもこうやって書いてくれると、まあ、ありがたいところではございますが、まあ、今のところ、まあ、新たに手に入るカード、まあ、むちゃくちゃ強そうなのはないな。まあクリスタルとかはね、あのしょうがない。そら行ってこい。いやもうちょっとやる気出して、あの新たに予想を新たにやってるわけですからね。なんちゃって、マジック1、どういうことだ。まあ倒せたからよしとしよう。これで手に入ったらいいんですけれどもね和やかな曲に戻ったが、ふむ、どうやらおそらくは入らなかった様子。このキラキラしているのなんだろうな、非常に気になるな。こちら開催予定というのがございまして、こちらを見るとね、次、まあ、何時からそのクエストをやるかっていうのが、まあ、分かるようになったんですよね。これ非常に助かる。あ、これかわいいな3時からか、まあ、まだまだ時間はかかるようだが、まあ、この辺で分かるのはね本当に助かる。まあ、そんなこんなでさらに鍵クエスト、まあ、こちらも追加されました。まあ、いろいろ課金すればなんだろうね、こう鍵を入手できるとか、まあ、私も、まあ、最初起動した時のプレゼントで鍵を1個だけ持っているんですよね。それで、まあ、昔あったこういったクエスト、こちらをね30分間だけ、まあ、アンロックできるようになるらしいんですよね。まあ、今のところ、まあ、この面々で、まあ、欲しいのは、まあ、あまりないんですけれどもね。最近のはちゃんと全部、まあ、取っていってはいるんですけれども、この辺のね、アーサーちゃん欲しいな、この水着がね、エロいこの辺の演歌グループも欲しいところではあるが、まあ、とりあえずはね、普通のクエストで時間が経過して、これ黒っていうんですね、こちらが追加されました。まあ私は今のところ符号アーサー、まあ、使ってはいないんですけれども、とりあえずは他のクエストやっていこうとは思います。テレビ相変わらず気になるな。
歌姫系か。ダメージなんですね。さらに回復もある。このテレビに一体どんな仕掛けがあるのかわからんが、まあ、この辺もね気になるんですよね。逆光型ガレス、まあ、こちらがまあ盗賊アーサー系ではございますが、まあ、コストはね低いんですよね。ひみこちゃんかわいいな。まあでも歌姫系か、一人回復か、さらにはターゲティング解除、あとレヴィっていうのもいるんですね。こっちは傭兵か。物理防御ダウンで、さらには単体で光ダメージ。なるほどね。じゃあこれを今度は狙っていこうかな。見た目的には属性光か、ならば闇が効果的。まあ、とはいえ、まあ、我々のデッキ、私のデッキ、まあ、ちょうどね闇系あるんで、こちらを使っていこうと思います。さて始まったぞ。まあ、どういった子かねまだわからない。こういった周りのなんだろうねまあこの、まあ、サポートマシン的なもの、これをまあ倒していかなければならないが、まあ、このねペックバウラーかな、まあ、これも結構強いんですよね。3ターン防御を下げる、かつ自分の魔法防御も上げる。あとはどうしようかな。最初のターンね、まあ、チェーンも重なることなんで、ならばこちらで全体を狙っていこう。メモしておきます。星1です。さっさと勝負つけるよ。どかないと焼いちゃうぞ。の敵を弱点でもなかなか食らう。おっと本体を一気に狙うつもりか。これ道化師って言うんだ。まあさすがに上級なんであまり痛くはない。右が記述師、これがサポートしているのか。まあまだまだダメージはそこまで大きくはない。だが弱点を攻めさせていただこう。世の祝福である、受け取るがよい。心に響け演歌の花道。まあ傭兵さんがねヒミコ使っているんで、あ、なんかこちらが攻撃は先か。コンピューターはどうやら本体狙いの様子。今のは何なんだろう。何、まあ毒っぽい感じで食らったが、まあいろいろね気になる点が多いな今回は。多分ね大型のアップデートだとは思うんですけれども、まあ、いろんなものが、まあ、追加されている様子。さて3ターン目か。ならばこちらもひみこ先生使わせていただこう。まあ、魔法防御が落ちるからねどうしようか。まあ、この辺のチェーンは狙えない。ならば、まあ、あらかじめこれで魔法防御を下げておこう。頑張れ。できればこう新たに入手したカードで、まあ、デッキを編成していきたいんですけれども、まあ、なんせ今回、まあ、初見の戦いなんで、まあ、その辺の入手しづらさっていうのはあるとは思うが、まあ、これを撮った後ね、まあ、じっくり1週間かけてやって、まあ、次動画を撮るときは、まあ、多分ね、まあ、いろいろカードは手に入れているとは思う相変わらず最近運がないからな。さあ走行しているうちに左上の V 破壊成功。次は右下だが、もう本体のヒットポイントが少ない。まあ、ダメージ狙いでいくなら、まあ、こんな感じかな。とっとと前線へ行ってくださる？結構冷たいね図が高いわ。しょうがないな。ならばとっとと決めさせていただこう。さてこれでカードは手に入るかな。こうやって動画として撮っているなら1枚ぐらいは新しいカードが欲しい。ふむ、このか最近やっぱり調子がどうやら悪い様子。ならばあと1回、まあ、クエストやっていこうかな、はい、特別な敵が出現し、まあ、キマイラなんてのも気になるが、ここら辺はねやっていると時間はかかるとは思うんですよね。ならば逆光型ガレス、いややっぱりねこのどこでも一緒とコラボしているならこれ辺をやっていこう。こ
これ強いかな。335って成長させても絶対980なんぼで止まる気はするが、長引くとどんどん不利になっていく。弱点は氷。ふむ、ならば早期決着させていただかなければなるまい。ならばこの妖精氷デッキで行かせてもらおう。何やら騒がしい曲が流れている。なんか雰囲気合わないよね、ミリアサと。あのスマホ版で結構こういうコラボってやってたりするのかな。ならばこの不合くん、なんかかわいそうだな、狙うのが。じゃあ招き猫。必殺マジカルケリョン。好きだらけね。さあ魔法防御がアップ。まあ弱点はね、どんどん攻めさせていただきましょう。お、ターゲティングか。少々手荒だが、私はでも招き猫から狙わせてもらいましょう。おっと、なかなかやるではないか。続きは物理攻撃か。なるほど。で、順が魔法攻撃。さて、まあダメージ狙いでいくなら、まあこっちのね、まあこっちの方がいいかな。まずは招き猫をぶち壊していこう。メモしておきます。貸し1です。ここまで来れば大丈夫だ。やるよ。もうもう、うわ。さて、食らうがいい。よし、まずは招き猫撃破。おっと、シルバーか。こっちも物理攻撃をしてくるな。どういうことだ。さて3ターン目か。ならば右の V 破壊、なんだろう、あの鈴木を狙うのかな。しょうがない、ウサギはできれば狙いたくはない。まずはこの鈴木からスクラップにしてくれよ。頑張れ。よかった、ちょうどあの氷属性ばっかりで編成しているデッキを作っていて、まあ、というよりかはね、傭兵アーサーで強いのを並べていくと、まあ、こういったデッキにはなってしまったが。すまんな、鈴木をスクラップにしてやったぞ。渦に飲まれなさいな。リヴァイアさんか、いたな、懐かしいな。さてサクサクっと倒したが、まあ、これでね、まあジューンと鈴木入ればいいが。ふむ、入らんな。そこら辺は相変わらずか。さて動画はまだ続いているんですけれども、あれからまたまあジューンと鈴木のクエストをやりまして、こちらカードを手に入れました。でいろいろガチャをやっていると、このリトルグレー、まあ、キラキラしているんですよね。これのこうラメっているのが一体何のまあ、意味があるのか、まあ、いろいろ非常に気になるところではございますが、でね、そのいろいろやっていこうと思ってて、このミューズ、まあ、今のところ名声100になっているのはこれだけなんですけれども、見るとこのステータス、まあ、なんかこうプラスがついていますよね。ボーナスパラメータ、これは一体どういう効果なのか、まあ、いろいろ、まあ、非常に気になるところではございますが、でこれを選びまして、次この素材、まあ、今回初めて、プレゼントもらったこの、ホロリっていうのかな、なんかすごいこのホログラフィックな感じがしているが、これをこうやるとなんかレベルが、まあ、マックスから60、おそらくはレベルのこの限定を解除する効果があるような気はするんですよ。で素材もね、この時のためにあのこの辺のねミリオンチアリーも17枚貯めて、あのこちらスーパーチアリーも123枚貯めています。まあ、他にもねこんだけカードは貯まって、さらにレジェンドキラリー、こちらも4枚まだ所持した状態でいるんですけれどもね。じゃあこれを一気に加えていくと、あ、本当だ、レベルちょっと増えている、64か5ぐらいまでかな、だな。まあ、せっかくでこのミューズ、まあ、名声100デッキとして使っているなら、まあ、若干強化できるようにしておくのも悪くはないとは思う。
いやもうやっていくよもったいないもん。いや使うこと自体もったいないかもしれんが。シャララララ、ミューズ強く華麗に変身です。お、これで少しパワーアップしましたね。まあ、ほんと少しですけれどもね。じゃあこれでどんどんくべていくとパワーアップ、するわけではないか。おっと茶野さんじゃないぞ。ふむ、これ以上は強化できないようだキラキラしている、素晴らしいな。なるほどね、レベルをプラス5増やすことができるカードなんですね。素晴らしい。さてあれからメダルを貯めまして、ついにガチャが引けるようになりました。でラインナップっていうのがあるんですね。こういった感じで、まあ、手に入ったカードっていうのは、まあ、全て、まあ、見れるようになっていて、まだこう入っていないここら辺ね、まあこの子とかね、ティニアちゃんとか、こちらの私が傭兵アーサーとして使っているイゾルデ、逆光型白種のイゾルデ、むちゃくちゃ可愛いな。この辺欲しいなこれならばね、強化すると、まあ、我々の主力メンバーに、まあ、なれるかもしれない。この辺狙っていきたいね。まあ何度か繰り返していればね、まあおのずと入手は、あのね、クリスタルガチャと違ってまだまだ入手しやすい方なんで、こちら10回ガチャルやっていきましょう。まあいろんなね発見もありながらね、いろいろとこうできることも増えているんで、まあその辺うまく順応できたらいいが。ふむ、1枚は新しいのが入った。うん、シャビちゃんは持っているぞ。この逆光型アーサー技巧の場、これがやたら入るな。なるほどね、今のところはまあこれくらいしか目新しいカードは入らなかった。歌姫アーサー系で回復量アップ、なるほどね。さらには味方全員に2ターン、ターンごとに回復、まあ、なかなか悪くはないな。あとはね、逆光型ガレスも、まあ、手に入ったりしているんで、はい、まあ、今後ねどんどんクエストをこなし してでカードを手に入れて、まあ、次までにはデッキを、まあ、いろいろと揃えていきたいとは思います。では、まあ、今度こそはここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。ではさらばだ。